どうも、トラジローです。今回は、ソード AI07 から、この4箱ですね、を買ってきました。まずこの2箱ですね。ランページバルカンのボディと、アーマーですね。この2箱と、仮面ライダージン、バーニングファルコンですね。のボディと、アーマーですね。はい、この2箱。全部で4箱ですね。を買ってきましたんで、今回開封して見ていこうかと思います。まずは、1番のランページバルカンボディから開けていきます。はい、中身はこんな感じで、ボディ本体ですね。青の成形色がメインで、左腕と左足は、メタルライトブルーの成形色になってますね。結構綺麗な色ですね。ディティールもかなり細かく入ってますね。はい。あとは付属の平手パーツですね。これもちゃんと左右で成形色が分かれてますね。手の甲の部分にもしっかりモールドが入っているので、ちょっとごつめに見えますね。あとはベルトのショットライダーですね。ランページガトリングプログライズキーがついてますね。で、あとは付属のシールですね。まあ、ベルトがほとんどですかね。はい。続いて、ランページバルカンアーマーですね。開けていきます。はい。中身はこんな感じで、スタンドパーツがついてて、で、それに、胸アーマーと背中アーマーですね。あと、肩アーマーもついてますね。で、こちらも成形色で、ブルーとライトブルーで分かれてますね。で、頭のパーツですね。はい。ゴールドとブラックと目の部分なんかが塗装されてますね。で、これは背中につける、翼パーツですかね。収納した状態ですね。で、あとは、展開した状態の翼パーツですね。1枚だと思ってるんですけど、2枚両方開いた状態ですね。あとは手に持たせる用のショットライザーですね。こちらもランページガトリングプログライズキーがついてますね。あとは付属のシールですね。はい。羽の部分がだいぶ多めな感じですかね。あとは顔の色なんかもシールで再現する感じですね。では、ボディとアーマー組み合わせていきます。はい。仮面ライダーランページバルカンですね。また後で詳しく見ていきます。続いて3番の仮面ライダージン、バーニングファルコンボディですね。開けていきます。中身はこんな感じで、ボディ本体ですね。赤い成形色と黒い成形色で分かれてる感じですね。部分的に塗装もされてますね。ベルトもスラッシュライザーになってますね。で、あとは平手パーツですね。はい。あとは、スラッシュライザー外した状態のベルトのバックル部分ですね。あとは付属のシールですね。はい。まあ、こんな感じで、続いて、4番のバーニングファルコンアーマーですね。開けていきます。はい。中身はこんな感じで、こちらもスタンドパーツに、胸アーマーと背中アーマーですね。あとは肩アーマーもついてますね。で、背中のパーツですね。羽を収納した状態のものと、羽を展開した状態のものですね。これは付け替えで再現できますね。あとは頭のパーツですね。はい。目の部分が塗装されてますね。あとは手に持たせる用のスラッシュライザーですね。はい。ちょっと小さめな感じですかね。あとは付属のシールですね。これも羽がほとんどですかね。ではこちらもボディにアーマーを取り付けていきます。はい、仮面ライダージン、バーニングファルコンですね。また後で見ていきます。
では組み立てたものを見ていきます。まずは仮面ライダーランページバルカンですね。成型色でブルーとライトブルー分かれてるので、かなりこれだけでも見栄えがいいですね。で、部分的にゴールドの塗装も入っててかなりかっこいいですね。やはりこの左半身の造形ですね、しっかり細かくモールドが入ってて、よく見ると各動物のディティールも分かりますね。かなり素晴らしいです。結構墨入れなんかしても映えるかなと思います。はい。で、右半身の方はアサルトウルフをちょっとシンプルにしたような雰囲気ですかね。ゴールドの塗装が綺麗ですね。で、ベルトの方はランページガトリングプログライズキーが入った仕様になってますね。で、まあ後ろ側の穴あきなんかは、まあ、いつも通りですかね。で、背中の翼パーツですね。はい。これもしっかりモールドが入ってて、頭の方ですね。ゴールドと目の部分の塗装ですね。カラフルな左側はシールで再現する感じですかね。はい。こんな感じですね。で、可動の方は、まあ、首周りは、まあ、この辺まで動きますね。ポージングには問題ないかなと思います。で、肩アーマーはあまり上がらない感じですけども、腕は水平までは、まあ、ギリギリちょっと上がりにくいですかね。まあ、この辺まで上がりますね。あとは二の腕の回転ですね。で、二の腕の部分、モールドが途中で切れないようにちゃんと別パーツになってますね。これはありがたいですね。はい。で、あとはまあ肘が曲がるのと手首がまあ回転しますね。あと腰の可動と足回りですね。膝がまあよく曲がりますね。で、足首の可動も、はい、問題ないですね。で、背中の羽の部分もピンになっているので一応動きますね。はい、こんな感じですね。で、付属品の方が平手パーツですね。はい、これも左右色が分かれてて、手の甲までしっかりモールドが入ってますね。で、右手の方も手の甲の爪の部分、若干ボリュームアップした感じがしますかね。かなりかっこよくなってますね。はい。で、あとは手に持たせる用の、ショットライダーですね。ランページガトリングプログライズキーが入ってますね。で、若干厚みが増したような感じがしますね。はい。で、ショットライザー外した状態のバックルもついてるので、ちょっと付け替えてみます。手に持たせると、はい、こんな感じですね。やはり銃を持たせると似合いますね。片っぽ平手パーツに変えて、両手打ちのポーズなんかも、はい、かっこよく決まりますね。やはり左側のごちゃごちゃ感がいいですね。で、もう一つ付属パーツが、翼のパーツですね。はい、これもしっかりモールドが入ってますね。ブラッカーも、はい、こんな感じで。なんといっても大きさですよね。バルカンの身長ぐらいありますね。これは背中のを取り外して付け替えると、はい、こんな感じですね。やはり大きいですね。かなりかっこいいです。で、可動はしないですね。はい、もうがっちり固定されちゃいますね。このまま銃を構えると、はい、こんな感じですね。続いて、仮面ライダージン、バーニングファルコンですね。ジンの強化フォームなので、目の感じはそのまんまですね。で、バーニングなので全身赤い感じですね。で、あまりちゃんと見たことなかったんですけども、足なんかこんな感じなんですね。ペンギンみたいになってますね。で、エイムズライダーがベースになってますけど、モールドやアーマーなんかが追加されたような感じですね。ベルトのスラッシュライザーですね。ショットライザーと比べてみると、まあ、こんな感じで、若干立体感がないような感じですかね。腕周りも各部に赤いアーマーがついてて、上半身も本編だともっとごつめな感じがしましたけどね。ちょっとシンプルな感じで、頭も
丸っこい感じなので、目の部分なんかシャープにすると雰囲気変わるかなと思います。で、可動の方は首周りですね。この辺まで動きますね。で、肩はシンプルなので問題なく動きますね。腕も水平まで上がります。あとは二の腕の回転ですね。これも赤い部分が別パーツになってますね。はい、こんな感じで。あとは、肘が曲がるのと、あとは手首の回転ですね。で、腰の可動と、足はももの甘が若干干渉しますかね。で、膝も曲げる角度がちょっと浅めな感じですかね。足首の可動はまあ問題なく動きますね。はい、こんな感じで、付属の平手パーツですね。ランページバルカンとちょっと似たような感じですかね。手に持たせる用のスラッシュライザーですね。と、スラッシュライザーを外した状態のベルトのバックル部分ですね。ベルトと比べると少しサイズアップしてますけど、やはり小さめな感じですかね。ちょっと持たせてみると、はい、こんな感じですね。なんかナイフのような武器ですね。平手パーツも付け替えて、はい、こんな感じですね。仮面ライダーエターナルのエターナルエッジのような雰囲気ですね。はい。で、あと付属アイテムの、翼パーツですね。展開した状態ですね。ジン・フライング・ファルコンと同じようなサイズ感ですかね。これもちょっと付け替えてみると、はい、こんな感じですね。はい。これもいい感じですけど、ちょっとランページバルカンぐらいのサイズ感のものもあってもいいかなと思いますね。飛びながらの、はい、斬撃攻撃なんかできそうですね。はい、こんな感じですね。また塗装して仕上げていきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。